ウクライナにロシア軍が攻め込みましたという事実に対してですね、大変驚いております。なんでこの戦争が起こってるんだっていう話から、ちょっと今日は僕的にですね、こういうことでしょという話をちょっとさせていただこうかなと思ってるんですけど、波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。おす。今日はちょっと緊張してます。今日はですね、ウクライナ問題について少しこう緩く話をしてみたいと思います。というのもですね、こういろんな話があって、どの角度から話をしたらいいものか、迷ってて自分の頭の中がまだ整理できてないですね。なのでいろんな話をこの後ウクライナの話はいっぱいしていきたいと思ってますっていう中で、今日は全体にボワッとした話をさせていただいて、その後、各所こういうところはこうですよね、こういうことこうですよねっていう話を掘り下げて話ができればなと思ってますってことでですね、全体のこう取り留めもないなんか独り言のような話をまず聞いていただいて、へえ、おっさんそんなこと思ってんねやっていうのをボワッと分かっていただけたらいいかなと思ってます。で、逆に皆さんこう思うところがいっぱいあると思うので、ここちょっと掘り下げて話していただけますかとかですね、僕はここはこう思うんですとかですね、皆さんのこう意見など質問などを受けたまわるつもりでおりますってことでですね、今日なんですよ、そんな面白ないと思いますけどですね、興味がありましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてやってください。政治はね、もちろんこの皆さんがご存知の通り専門ではないということもあってですね、僕の思うところっていう、ただの素人の61のおじいちゃんがですね、こんなこと思うてんねんっていうのをですね、聞いていただけたらなと思っております。まず、ウクライナにロシア軍が攻め込みましたという事実に対してですね、大変驚いております。本当に攻め込むんだっていう、攻め込むじゃないかなとは思ってましたよ。思ってましたけど、本当にこんな形で、その肉弾戦で攻め込んでくるとは思ってなかったっていうか、その圧をかけて、まあ、どこそこをよこせみたいなことを言うのかなぐらいに思ってたんですけど、まあ、まあびっくりしました。で、いきなりですね、その国境を越えて、ロシア軍がウクライナ全土を制圧すべく動いたんですね。で、これもまた、僕からするとですね、本当に僕は素人すぎてですね、ウクライナの情報を持ってなかったんですけども、これもしかすると数日で落ちちゃうかもって思ったのが僕の正直なその時の感想です。もちろんですね、この僕の立ち位置を最初に言っとかなきゃいけないんですけど、僕は、ロシア軍が早く撤退してほしいなと思ってます。戦争反対です。で、これは戦争じゃないって言ってるのはプーチンだけで、他の人はみんな戦争だと思ってると思うんですね。で、明らかに戦争なんですよ、これ。で、しかも、その、戦争犯罪も犯してるんですね。そんな話も、まあ、いちいち、ここに関してはこう思います、ここに関してはこう思います、みたいな話は、あとで、後日、また別の動画でさせていただこうと思ってますけども、とにかくひどいんですよ、やってることが。で、ウクライナの人々っていうのはね、その、何年か前にまた一回攻められてたんですよ。その時にはですね、抵抗しようとしたんだけど、武器が古すぎて、弾も電話みたいな銃やったり、そのロケットランチャーやったり、バズーカやったりみたいなの持たされてて、で、もう、兵隊の、投降が相次いだんですね。で、一瞬で取られてですね、まあ、今に至るなんですけど、まあ、なんでこの戦争が起こってるんだっていう話から、ちょっと今日は、僕的にですね、こういうことでしょという話をちょっとさせていただこうかなと思ってるんですけど、要するに、NATO に入ってほしくないんですってことなんですよね。言い換えます。アメリカで言うと、メキシコがロシアや中国側につくみたいな話だと思います。で、アメリカからすると、いやいや、それメキシコ、それはない、それはないっていうことだと思うんですよ。もともとこっち側だったよね、みたいな気持ちがあって、まあ、もともとソ連の時、衛星国ですからね。で、その周り、こう、サテライトに置かれてる国の一つだったこともあって、大ソビエト連邦の一つだったわけですから、今更反対側につくのやめてよ、みたいな。で、結構、西側諸国についた国がたくさんある中の一つで、
ウクライナはね、本当に、ロシアにとっては喉元なんですね。だから、人事じゃないというか、自分たちのことだけ考えてるから、ロシアはね。自分たちのことだけ考えると、その国の人たちが自由に、どういうふうに思想を持とうか勝手なんですけど、ロシアの方はですね、ロシアやんって思ってるんですよ。ウクライナはもともとロシアやんぐらいに思ってるんですよ。違うんですよ。でも彼らは思ってるんです。その思ってるのが大前提にあるので、何言うとんねんとこうなってるんですね。で、先輩今度、まあ、シャシャッと取れるわ。前回も取れたからな、ぐらいのつもりで、こう、入っていったわけです。入っていったんです。進行していったわけですけども、実は意外に抵抗されてしまったと。で、その、抵抗されたのは相当意外だったと思うんですけど、まあ、普通に考えれば、僕は知らなかったですけど、普通に考えれば当たり前のことで、たくさん兵隊がいたんですよ。ウクライナには。その1回目、その前に攻められた時の、記憶が残ってて、彼らは徴兵制を導入したんですね。なので、ウクライナって国にはですね、兵隊と元兵隊がたくさんいたんですよ。ほぼね、ロシア軍とですね、遜色ないぐらいおるんです。で、それがですね、もともと、ロシアが攻めてきたら、この町では、ここでこうやって迎撃する、ここでこうやって迎撃する、ここでこもってこうやって迎撃するっていうのですね、細かくトレーニングが終わってたっていうのと、もう一個、まだ内紛が東の方で、今戦争まだやってますけど、あの辺りはですね、ずっと内紛をしてたんですね。で、ずっとその戦争状態に、国内の戦争状態にあって、親ロシア派っていうのと、ウクライナの正規軍とでですね、ずっと戦争してた。つまり、兵隊はですね、戦争を経験してない兵隊じゃなくて、10年近くだったと思うんだよね。10年近く、戦争を経験している人たちが山ほどいたっていう。で、攻められたことは多分、本当の本当に意外だったと思うんですよ。本当に来んのかよ、と思ったと思うんですけど、来てからはですね、一瞬こう、攻め込まれましたけど、体制立て直して、まあ、今に至ると思ってます。まあ、本当にロシアは意外だったと思いますし、まあ、僕らからすると、西側のつもりで、西側諸国からすると、武器を渡してますよと。武器は渡してるけど、それだけでちゃんとやれるのみたいなところあるにしろ、一応、この戦争はですね、膠着状態にはなってます。ただ、部分取りがしたいんだよねというのもあってですね、ロシアは、部分を取りに来てる。ここの部分が欲しいんだということに切り替えようとしてる。で、それでなんとかその部分だけでも取って、もともとここが取りたかったから全体攻めたんだよみたいな嘘をついてですね、なんとか、プーチンさんの体裁を整えてですね、終わりにしたいと思ってると思うんで、ここはね、ぜひ、抵抗していただきたいなと思ってますっていうのと、ロシアって、今回攻め込んだ時に、西側諸国はですね、一致団結してですね、制裁をしたんですね。経済制裁をまずしたんですよ。で、これがね、僕らからしたんですよ。僕からしたら、全員やるよねって思ったんですよ。世界中どこでもやるよねと思いました、僕はね。まあ、もちろん知ってますよ。一部ロシアと仲のいい国があって、そこが入らないのは理解してました。これね、国連総会でですね、まあ、193カ国かながこう投票するわけですよ。で、どうしますか？あんたたち制裁、これ反対ですか？賛成ですか？みたいな。反対票っていうのはあんまりないんですけど、棄権するんですよ。この意見は言わんわ、みたいなことをする国があるんですね。で、棄権ってことは反対ってことなんですよ。ですよね。で、どう考えたってですよ、僕の感覚からすると、ロシアがウクライナに攻め込んだら、それやめてくださいって僕思うんですね。世界の平和のためにも、そんなことやったらあかんのですよ。僕の感覚からすると。で、勝手なことせんといてほしいですね。もうせっかく平和になってるのに、冷戦って言われてる時代があったのに、また武力を持ってですね、武器を持って、ミサイルを持って、戦車を持って、ヘリコプターを持ってですね、攻め込んでいく。この時代にまだそんなことすんのってこう思ってるんですよ。で、攻め込んでる側には自分なりの正義あると思うんですけど、まあ、ヨーロッパの国々から見るとですね、そこに正義はなかったので、制裁をしますってことになったわけですけど、賛成しない国っていうのがあるわけです。賛成しない国っていうのは、離
反対だっていうふうに捉えてます、僕はね。まあそれはそういうことですよと。でじゃあどのぐらいの数いるのかって言った時に、想像を皆さんがしている数字よりずっと多いんですよ。それはロシアからのその援助がたくさんあった国々から、これまでの関係がすこぶり良かった国から、いろんな国があります。行きますよ。世界の人口で言うとですね、制裁に賛成している割合ですね、 36%。 なんとですね、3分の2はですね、このロシアとウクライナの戦争に関してですね、いやまあ別にどっちでもないよっていうような言い方をしてるんですよ。ありえないですよ。ウクライナが NATO に入りたいって言っただけですからね。大ごと、僕は大ごとだと思ったんですけど、特にひどいのはまあその、まあ、中国ですけど、もちろんインドもね、ひどくてですね、制裁を加えますので、もうロシアからの原油は買いませんよって言ったらですね、中国は僕、インドはですね、僕買いますって言うんですよ。いや、本当にやめてほしい。経済制裁をすることによって、結果的に戦争早く終わらせたいと思ったのに、インドはですね、まあ、それまでのロシアとの関係がすこぶり良かったってことはもちろんあるんですけども、原油がですね、石油がですね、3分の1ぐらい値段が下がったんですね。それを買いますって。それはわかるよ。発展途上にあって、今本当にまさにこう、それを必要としている国だってわかるんですけど、このタイミングでそこを拾いに行くっていうのはですね、本当やめてほしかったんだけど、がっつり言ってます。がっつり安く石油。だから結局ロシアはですね、経済制裁されてるけど、されてるように見えるけど、3分の2の人口の国はですね、世界中のですよ。その制裁に加わってないんですね。まあ、アラブの国、インド、中国、北朝鮮、アフリカもろもろみたいな感じのところはですね、それに参加してなくてですね。で、結果こういうことになってるわけです。で、当然、その最初、アメリカとかもそんなに強く言ってなかった。そんななかったんだけど、まあ戦争が長引いてるとか、まあウクライナも本気で頑張ってるみたいなところもあって、武器を出しますみたいな。もちろんその自分たちの兵隊を出しますってこと、第三次世界大戦になる可能性があるのでですね、そのトリガーを引いてしまう可能性があるので、とんでもなくですね、リスクはでかいですね。その核を持ってる大国、ロシアと、核を持っている大国であるアメリカが戦争をするかもしれないなんていうのはですね、こう地球の存亡にかかる話になっているので、ちょっとや外でアメリカも出します出しますとは言えないんですけど、一応今はですね、武器の方をですね、無限に突っ込む覚悟をしてくれているようです。で、このくらい大変な話で、当然その、円安にも当然つながってますし、台湾の有事もですね、僕なんかからすると、トリガーに、中国のトリガーに指がかかったと思ってるんですよ。この事件をきっかけに。あ、みんなそんなにやってこうへんで、と。そんなに本気ではこうへんで、と。核持ってる国やからさ、ロシアも中国持ってますから。中国世界一持ってんじゃないかと言われてるんで、そこに対してみんなが本気ではこうへんなっていうことになってる。だから台湾も取りに来る可能性がある。台湾取りに来るときは沖縄も取りに来ると言われてるし、まあ、ベトナムもフィリピンもついでに取りたいんですよ、奴ら。っていう国があるにもかかわらず、たかがロシアでさえみんなが手こたれてしまいましたみたいな話は、僕の中ではですね、本当にこれ、まあ、皆さんの人生の中にも、大きな転換期になります。世界の歴史の中でも、これ歴史に残ります、多分。コロナが多分歴史の教科書に残るようにですね、それに続いてってことですね、ロシア・ウクライナ侵攻っていうのから始まった第三次世界大戦になるかどうか分かりませんけども、こういうことが起こって世界恐慌起こりましたみたいなことになっていくんじゃないかと思ってます。そういう心配をしてます。で、それが起こってもおかしくないんですよっていう状況にあるこの戦争ですね、みんながもうちょっと興味持っていただけたらなと思って僕動画にさせてもらってます。日本だとですね、飽きてきたのか、視聴率は取れないのか、違うことをこう、ニュースに従う傾向があるんですね。まあ、もともと日本のマスコミは、そんなに僕の中では高く評価してないのもあるんですけども、やっぱりこう視聴率っていう化け物がおって、その
化け物には尻尾振らなければいけないんだと、まあ、スポンサーがついての民放ですから、それはそう当然そうなんですけども、それどうでもよろしいやんみたいなニュースを一生懸命報じられて、みんながおおって見るとかっていうのをやってるところが僕の中では悲しくて、今どう考えたってウクライナにみんなの目が向いててほしいという、まあ、僕の気持ちをですね、薄っぺらく今日はこうお話しさせていただきました。みんなが思ってるよりもずっと大きな問題です。で、きっと何十年か先の世界史の教科書に載る大事件になると僕は思ってます。で、ここはですね、みんな注目してウクライナ支援でロシアへの経済制裁みたいなことにですね、ちょっと協力していけるんであれば行ってほしいなと思ってます。ちなみに僕まだウクライナに寄付をしておりません。蹴りがついてからどこのところにどう入れるかっていうのを決めて、寄付したいと僕は思ってますんで、今現在して、武器がですね、ウクライナに届きましたみたいな例えばなったりとか、その武器がですね、将来のことを考えるとですよ、将来のことを考えると、ウクライナ国内から国外に、テロリストの手に渡るんじゃないかとかですね、結局最新鋭のなんとかって機械がこっちに行くんじゃないかみたいな心配ももちろんしてます。で、僕もちょっとそれはして心配してて、戦争はもちろんウクライナに勝ってもらいたいと思ってるんですけども、僕が直接武器を 渡す、武器を作るお金を渡すのはちょっとないなと思ってるっていうのと、今はまだその時じゃないと思ってます。これが決着がついてからで、復興のタイミングにこんなことをみんながしましょうっていう時にできるだけ参加したいなと思ってますんで、皆さんもですね、このウクライナとロシアの戦争をですね、もうちょっと注目して見ていただけたらいいかななんて思ってますっていう動画なんです。で、この後僕もずっとウクライナ注視してましたので、いろんなこの角度から今日はこの話してみたい、この角度から今日この話してみたいみたいなのがありますんで、ちょこ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 上げていくと思いますが、ぜひよかったら見てやってください。で、もっと皆さん耳をですね、目をウクライナに向けていただけたら幸いです。ということでですね、今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。またこの動画で会いましょう。バイバイ。